皆さんこんにちは。芸能界のビッグスリーとしてトップを走り続けてきたタモリさん、笑っていいともやミュージックステーション、トリビアの泉、素晴らしき無駄知識などさまざまな番組を担当し、お茶の間をにぎわせてきました。皆さんはタモリさんに温厚なイメージを抱いている方も多いと思いますが、過去タレントの森脇健児さんに激怒し芸能界から干してしまったとインターネット上で噂されているようです。今回はこの噂について調査しました。最後までご視聴いただけると嬉しいです。2020年5月、深夜番組タモリクラブ内のマッチングタモリというコーナーにお笑いコンビオズワルドが出演した際に、人がマジギレしている時にどうするかというお題でのトーク中、オズワルドにタモリさん本人がタモリクラブで森脇健児に激怒したことを告白しました。タモリさんがマジギレしたことはと問いかけられ、マジギレがどれぐらいのことを言うのか知らないけど森脇健児っているでしょと、かつてタレントの森脇さんに激怒したことを明かします。しかし映像はここでカットされ、画面には詳細は各自調べてくださいと表示されたため、詳細は明かされませんでしたが、某芸能ライターはこのことについて、これは森脇健児はかれこれ2度もタモリを怒らせたとテレビのバラエティ番組で告白しています。一つは焼肉店でのことで、もう一つはゴルフの打ちっぱなしでの出来事。この時森脇はタモリを怒らせたいきさつを話していますが、どちらも怒られて当然という感じです。あの温厚なタモリを2度も怒らせるとは森脇は大したものです。森脇はタモリの他にも笑福亭鶴瓶や三宅裕司に尊大な態度をとって怒らせたそうですから、よほど天狗になっていたのでしょう。タモリクラブのタモリの話し方を見ると、ネタとして扱っているのではなく今も本気で怒っているようでしたと語っており、森脇さん本人も2014年バラエティ番組しくじり先生俺みたいになるなに出演した際にタモリさんを激怒させたことがあるとも語っています。森脇さんがタモリさんを激怒させたこの2つの事件についてですが、まず高級焼肉店で起きた事件からご紹介しましょう。タモリさんと一緒に高級焼肉店で食事した際、森脇さんはタモリさんが頼んだ肉をタモリさんのペースを考えず次々と焼き続け、しまいには肉から火が出て燃える始末に、これにはさすがのタモリさんも自分のペースで食べさせろと声を荒げたのだそうです。そしてもう一つの事件、ゴルフの打ちっぱなしでの出来事についてですが、森脇さんがタモリさんに誘われて8代目いいとも青年隊の工藤兄弟と共にゴルフの打ちっぱなしに行った際のことで、森脇さんは先に打ちっぱなしを終えるとタモリさんがまだ打ち続けているにもかかわらず工藤兄弟とおしゃべりしていたそうで、これにもたまらずタモリさんが俺の見るのも勉強だと怒ったというのです。当時の森脇健児はレギュラー番組12本 &CM7 本の超売れっ子でした。森脇健児さんは1980年代後半に関西で女子中高生を中心に絶大な人気を誇ると、23歳で東京に進出し、1990年代の全盛期にはタモリさんが司会を務める「笑っていいとも」ほか「夢はもりもり」などにも出演していました。ですが1996年、笑っていいともを降板すると2000年になる頃にはテレビ出演が激減。その後東京で活動ができなくなり、関西に戻ってタレント活動をするようになったのです。やはりタモリさんを激怒させたことが原因で芸能界から干されてしまったのでしょうか。この噂について森脇さんは2017年お昼の番組バイキングに出演した際、高級焼肉屋での事件についてこのように語っています。タモリさんを激怒させたのは本当です。タモリさんが頼んだ肉をひたすら焼いたんです。そのうちブワッと燃えたんです。それを見たタモリさんが自分のペースで食べさせろって、タモさんって声
めっちゃ大きいです。また打ちっぱなしの件についてはタモさんは一球一球打つのがむちゃくちゃ遅いんです。考えはるから、球も終わるから、コーヒー飲みながら工藤兄弟と喋っていたら、俺の見るのも勉強だって、タモリさんめちゃめちゃ声大きいんですと噂が本当であることは認めつつも、タモリさんが降ろさせろとか言ったのではないと思う。スタッフにはあったかもと干されたのは、タモリさんを怒らせたからではなく、番組スタッフの意向であったのではないかとコメントしています。ですがコメントから伺えるのは、タモリさんはこの2つの出来事だけで激怒したわけではなく、日頃から森脇さんにはイライラしていていたということです。森脇さんは2014年のインタビューで、タモリさんにはプライベートでもいろいろなところに連れて行っていただきました。焼肉だとかゴルフの打ちっぱなしだとか、でもそういうところに行くと大概怒られるんですよね。まだ若かったし、僕なんかはどうしてもはしゃぐというか、わーわー言いたくなるんです。でもタモリさんは至って普通、打ちっぱなしとかにいるのを見るとほんまどっかの会社の部長さんにしか見えませんよ。僕らみたいな職業って、その人と同じ空気を吸うっていうことが大事なんです。打ちっぱなしに行ってもゴルフのフォームを勉強するんではなく、どんな雰囲気を醸し出し、居合わせた人にどんな立ち居振る舞いをするか、それを見るのが大切なんです。それで言うと、一番吸収力が強い若い時期にタモリさんとご一緒させてもらっていたのは本当にありがたいことだったと思いますと感謝の旨を語りましたが、タモリさんに気分悪い思いをさせたことに対しては一切追及せず、自分の成長云々のコメント、さらには今47歳、全国の舞台から消えて17年ですわ、30歳で京都に戻って、僕はそこから新たに芸能生活がスタートしたと考えてるんです。正直20代の時はイケイケ、スターになるんだという思いで頭がいっぱい。でも何もかもなくなって全てが変わりました。まず悲しいかな、自分の器っていうのが分かってくる。芸能界のど真ん中にはいけないんだと。じゃあどこを取りに行くのか、分かりやすい言葉で言うと、売れることよりも残ることを選びました。その腹を決めてからは誰が何と言おうと何も思わなくなりました。逆に言われてることが嬉しいというか、言われないのが一番辛いですから。悪口、誹謗中傷を言われるというのは芸能人として認められている証拠。何も言われない、それも経験しましたからね。はっきり言うて、あんな経験は二度としたくない。髪の毛も十分の9くらい抜けましたし、僕東京に住んでたのが7年、いいともが5年、いいともが終わって仕事がなくなっていって京都に戻ったんです。だから僕の東京はイコールいいともなんです。そこを作ってもらってるのにそのまま消えたんではタモリさんに申し訳ない。森脇頑張ってるよなと思ってもらいたい、その思いでやってきたというのはありますとコメントされているのですが、現在森脇さんに仕事をオファーしている人や一緒に仕事をしている仲間はこのコメントを聞いてどう感じるでしょうか。決して気分のいいものではないでしょう。おそらく前室の某芸能ライターのタモリクラブのタモリの話し方を見ると、ネタとして扱っているのではなく今も本気で怒っているようでしたという感覚が妥当のようです。これまで森脇さんはタモリさんを怒らせるような失敗もありましたが、森脇さんは相当な天然で、名言とネタ、伝説の宝庫です。それ以上に笑える伝説、ドン引きする話などもあるのです。団長森脇さんが感謝祭の打ち上げで当時バリバリのチャンピオンだった内藤大輔さんに、自分なあリングに立ったら死ぬ気でやらなあかんでって説教しだしたから、みんなで必死に止めたんですよ。森脇チーズケーキ食べとったから腹立ってん。他にもアルマーニのお店で行われた
ドラマ「ルーズベルトゲーム」の打ち上げにて全身イオンで買った服で参加し、店員にこれアルマーニという、ちなみに焼酎を飲むためにポケットにポッカレモンを入れて持ち込んでいた森脇健児さんの言動や行動は体育会系のノリが強いですね。そんな森脇さんは自身が芸能界から干された理由について、森脇さん本人はこう分析しています。全然面白くないのに俺は面白いと勘違いして調子に乗っていた。自己分析能力は高いようです。羨ましいですね。実際松竹芸能も数少ない若手タレントだったこともあり、森脇健児を全面的に売り出していました。その結果 CD デビュー、写真集発売、大阪城ホールでコンサートと、まさに超絶売れっ子でした。天狗になった森脇さんは、芸風が世間に飽きられると今まで存在な態度を取ってきた番組ディレクターやスタッフに手のひらを返され、仕事は徐々に減っていきます。もし今までテレビ局側に謙虚な態度を取っていれば、干された状況を迎えなかったかもしれません。ファンや視聴者の支持があったからこそ番組への起用が続いていましたが、それもなくなると一気に使われなくなってしまったのです。森脇さんは全ては自分の招いた結果と分析し、素直、謙虚、感謝、そして決して諦めないことが大事と教えていました。いかがでしたか？今回はタモリさんが干した芸能人森脇健児さんについてご紹介しました。皆さんは森脇さんについてどう思われたでしょうか？最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。